紛れもないスーパースター、 A ちゃんこと矢沢永吉さん。72歳を迎えて今もなお日本のトップを走り続けています。しかしそのプライベートについてはほとんど知られていません。家族についてや矢沢語録、そして人生最大のピンチについて調べてみることに。著書「成り上がり」は衝撃的でした。ビッグになるという思いの源泉は壮絶な幼少期だったといいます。1949年に広島県広島市南区で生まれた矢沢さん。実家は大きな自転車店で裕福でしたが、父は原爆で店と妻と2人の子供を失って自らも被爆者となってしまったそうです。その後再婚して矢沢さんが誕生しますが、矢沢永吉さんの記憶の中にある父親の姿とは酒に溺れて荒れた姿だったそうです。3歳の時に母が蒸発して、父も原爆の後遺症で小学2年生の時に他界。その後は1学期ごとに親戚をたらい回しされ、後に父方の祖母に引き取られますが、祖母は生活保護を受けていましたから極貧生活を余儀なくされた矢沢さん。いつも空腹で遠足の時もリュックサックは買えず、新聞紙で作ったリュックサックで行ったそうです。また道具が買えなかったため野球のルールさえ知らなかったほか、海水パンツが買えず海にも行くこともできず、何より屈辱だったのは、当時生活保護を受けている子は教科書もタダでもらって給食も作っているところの裏口へ回って牛乳とパンをもらっていたのですが、その時矢沢少年は、これ乞食じゃん、ふざけんなよ、絶対これは上に行かなきゃダメなんだ、誰よりも金持ちになるのを切望したのも当然の幼少期だったのもうなずけます。そんなハングリー精神にあふれる中学生の頃、音楽に目覚めさせてくれたきっかけが、ラジオから流れてきたビートルズのプリーズミスターポストメンのエレキの音だったとか、その後ザ・ベンチャーズの広島公演を見て音楽の道へ進むことを決意した矢沢さん。1968年高校卒業と同時にトランクとギターに5万円を握りしめ、広島から最終の東京行きの夜行列車に飛び乗ったものの、ふと横浜市伊勢崎町で下車した矢沢さん。なぜかというと、大好きなビートルズで有名なリバプールと同じ港町だったからだそうです。チャイナタウンで住み込みで働きながらバンド活動を開始した矢沢さん。吸ったもんだの末、1972年ジョニー大倉さんだと伝説のロックバンドキャロルを結成。ちなみにキャロルのトレードマークといえば革ジャンにリーゼントとロックンロールでしたが、結成当時の矢沢さんの頭はというと、意外にも肩まで伸びた長髪だったそうで、フォーク全盛時の吉田拓郎さんのようだったそうです。1972年シングル「ルイジアンナ」でデビューすると、若い世代に圧倒的支持を受け、瞬く間にスターダムを駆け上がります。しかしその成功とは裏腹にメンバー間の軋轢が絶えずに1975年に解散することに。その後ソロデビューした矢沢さん、脱キャロルを打ち出して活動して、その名を世間に広めたのは1978年資生堂の伝説の CM ソング「時間よ止まれ」、見事ミリオンヒットとなって、ソロとして日本で知らないものはない、スーパースターとなった矢沢さん。前年には日本のロックシンガーとして初めて日本武道館で単独公演を行い、1978年と合わせて3度も長者番付でロックスター部門の1位に輝き、まさに幼い頃からの野望をついに果たします。そんな矢沢さんの成り上がりをそばで支え続けたのは家族でした。実は矢沢さんは2度の結婚をしていて、
一人目の妻の澄子さんは一般の女性で、矢沢さんの売れる前から支え続けて、1989年には離婚することになるのですが、その原因がとんでもない借金だったそうです。1987年、矢沢さんはオーストラリアでの事務所の元側近による土地取引での巨額の横領が発覚。35億円もの借金地獄に叩き落とされます。しかし、スミコさんから家庭に仕事を持ち込まないで、と言われて精神的に追い込まれ、叫びたりとなった矢沢さんですが、あなたはもっと上に行くべき人間よ、というある女性の一言で目覚めます。それが現在の妻のマリアさんでした。そしてマリアさんの妊娠を機に、スミコさんとの離婚を決意し、再起を決意した矢沢さん。最終的には借金を完済した上に、都内に15億円のスタジオを兼ねたビルまで建設。まさにマリアさんの一言があればこその逆転劇ですよね。一体マリアさんはどういう女性なのでしょう。アメリカ人クォーターでモデルもやっていたマリアさん、ロサンゼルスで矢沢さんと出会っています。マリアさんにはファッションデザイナーの夫がいて、とある情報によると双方が不倫だったそうです。矢沢さんのお子さんは7人いて、マリアさんとの間の長女である陽子さんは12歳から18歳までロサンゼルスで過ごし、帰国後は上智大学文学部ドイツ文学科を卒業し、陽子としてザ・ジェネラスというボーカルとギターのユニットでデビュー。その後本名でソロデビューを果たして、2014年にバンドビギーバンクを結成。2017年に結婚し、娘さんを出産しています。次女もいるとの噂もありますが不明で、長男と次男は慶応や早稲田に進学し、一般人として暮らしているらしく、前妻との間にも3人の子供がいて、長女の綾子さんは歯科医をしていると言われ、2人いる息子さんのうち1人は矢沢さんのライブ DVD 制作会社におられるそうです。普段の矢沢さんの素顔ですが、陽子さんが見ても365日24時間ロックンローラーを演じていたという矢沢さん、家でダラダラしている姿は見たことないそうです。陽子さんに対しても幼い頃からどんな時でも低姿勢でいなさいと、基本的な礼儀や挨拶には特に厳しかった矢沢さん、芸能人の子供だからと贅沢させるのではなく、高校生の時のお小遣いは月5000円だったそうです。その反面、アメリカで住んでいた時は学校への送り迎えもしてくれたり、飲食店でアルバイトしていた時も抜き打ちで立ち寄ったりもしたそうです。それに前妻との貧乏時代の思い出は今でも一番幸せな思い出だと言っています。また幼い頃生き別れた母親とも前妻と暮らし始めた頃に再会していて、最初はぶん殴ってやろうと思っていた矢沢さんですが、会った瞬間お互い涙が溢れ出てきて、貧乏ながら1000円の握り寿司を頼んだところ、母親は泣きながら嬉しそうに食べたそうです。そんな矢沢さんの門出に、母親は冷蔵庫と炊飯器とアイロン、そして出産費用の15万円を手渡したそうです。しかし、それが最後の再会となります。ほどなく母親は他界したからです。最後に、矢沢語録を少しご紹介します。事務所と今後の方向性で言い合いになった時、上層部の人に所詮人気商売だから、いつまでも、この人気が続くとは思うなよと言われ、その時、矢沢さんが言い放った言葉が、お前らが、なんぼいい高校行って、いい大学出て、なんぼいい会社に就職して、家庭も、何もかも犠牲にして、寝る間も惜しんで、がむしゃらに働いたところで、お前らの一生かかって稼ぐ金、矢沢の2秒。そう言ってのけたと言います。また、ライブ後は、必ずシャワーを浴びる矢沢さんですが、
あるライブ会場がシャワーがない体育館で、困った若手スタッフは苦肉の策で子供用のビニールプールに水を張って控え室に置いておいたといいます。ライブが終わり、それを見た矢沢さん、これ用意したの誰と大きい声で聞くと、恐る恐る若手スタッフが手を挙げると、思っても見ない声が飛んだのです。矢沢、君の仕事を一生断らないから、と笑顔で労をねぎらったそうです。かっこよすぎです。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？今もエネルギッシュな A ちゃん、これからの活躍を心から応援しています。それではまた次回お会いしましょう。